いや、あのね、2017年ベストオブ悲しいが多分決まりました。はい、どうもサクッと美味しいポッキーです。あのね、今回はちょっと悲しいことがあったんで、あのこういう動画初めて撮るんですけど、ちょっと言いたいと思います。僕、大阪にイベントで行っていたんですよ。あの馬釣りっていうイベントでね、大阪に行っていまして、で、まあ普通に何事もなく終わって、で帰ってきました、東京に。でね、東京に帰ってきて普通に過ごしてました。でね、2日経った、ちょうど昨日ですね、昨日の夜、あることに気づいたんです。財布がない。まあね、2日間ね、自分の財布がなかったことに気づかない男っていうのもどうなのかなって、もう人間としてどうなのかなって思うんですけど、本当に2日気づかなくて、もうなんで気づかなかったかっていうと、だいたい iPhone の Suica とかでコンビニとか行くと払っちゃうんで、もうそれ以外持たないんですよね。まあ僕はですね、よくこう物がなくなるんですけど、だいたい家の中から見つかることが多いので、そんなにね、あの焦ってなかったんですよ、最初探してる時。まあどうせ見つかるだろうって思ってたら本当になくて、めちゃくちゃ焦りました。でもですね、僕あの東京駅に新幹線で来た時に、新幹線の切符を絶対財布の中に入れてたって思ってて、であのメイさんと一緒に帰ってきたんですけど、でメイさんに電話したら、メイさんもうん、財布東京駅で持ってたって言ってくれたんですよ。もう絶対タクシーの中だと思ったんですよ。あのその時ちょうど終電なくて、タクシーでたまたま帰ったんですけど、もう絶対タクシーの中だって思って、タクシーの領収書いつももらうようにはしてるんですけど、なんかどっかやっちゃったんですよ、その日に限って。でやべえってなって、あ、もうこれ完全に再発行だって思って、キャッシュカードとか。でも領収書はその持ってた袋の中に入れてあったんですよ。で、あ、俺神だって思って、自分のこと神だって思って、やったーって思って電話したんですけど、まあ、その日は、あの、受付時間外だったんですよ、夜。ね。で、次の日の朝、電話したんですよ。そしたらですね、なんと、皆さん、ありますって言われました。車両番号を言ったらですね、あ、財布、ありますって言われて、で、もう、その、特徴とか、絶対僕のだったんですよ。で、やったーって思って、来たーって思って、再発行なし、やったーって思って、あの、今日の朝ですね、ルンルンで取りに行ったんですけど、あの結果的に言いますと、財布は返してもらったんですよ。でもね、皆さん、こっからですよ、悲しいお話は。まあ、何が悲しいかというとですね、あのなんかネットとかで調べてみると、なんかもう当たり前のことのように書かれてるんですけど、財布のお金だけ全部抜き取られてました。最初からお金入ってなかったんじゃないのっていう方もいるかもしれ、思う方もいるかもしれませんが、確実に抜き取られてました。で、なんで、あの、僕がこんなにね、お金が抜き取られたかっていうのがわかるかっていうと、僕、京都駅に昔行った時に、なんか切符を買ったらですね、2000円札がお釣り出てきたんですよ。あの、自動券売機から。すごいでしょ？で、俺もすげえって思って、2000円札だって思って、財布に入れて、もうずっと使ってなかったんですよ。お守りのように持ってた。もう、なんだろう、半年くらいかな、ずっと持ってたんですよ、財布の中に入れて。それも、なくなってました。俺の2000円札返してくれー。で、大阪からの帰りだったんで、ちょっと詳しく覚えてないんですけど、多分ね、2万くらい入ってたと思うんですよ、財布に。で、僕の手元に財布が返ってきた時に、その財布全部に入っていたお金が、まあ、お札はなかったんですけど、小銭が12円でした。この動画を見てる人の中にも、多分財布落として、多分全部返ってこなかった人とかいると思うんですよ。その、キャッシュカードとか。それカード類とか財布ごと全部なくなった人もいると思うし、僕はもうね、財布が返ってきただけでも本当にありがたいことだと思って、もう嬉しいことだと思ってるんですけど、いやでもそれにしてもなんかムカつくっていうか、ちょっと悲しかったですね。あのそのね、僕の後にタクシー乗った人がお金を抜いて運転手さんに渡したのか、運転手さんが抜いたのか、ちょっと僕はわかんないんですけど、まあでもお金以外のものが返ってきただけでも本当に日本っていい国だなって思いました。イエーイ。どんなまとめ方だよ、これ。で、二日経った時に、なんで僕がその、お金、ってか、お札が、お財布がないことに気づけたかっていうと、こちらです。もうこれね、あの、本当にバカみたいな話なんだけど、これで気づけました。これは何かっていうとね、Amazon でまた買ったんですけど、なんか目覚まし時計、時計がついてて、なんかこの時計合ってないんですけど、この目覚まし時計がついてるクレーンゲームということで、なんかね、このクレーンゲームを、やって、クレーンゲームの弾を取らないと目覚まし時計が止まらないみたいな、
商品をなんで買ったんでしょう僕は。まあ、なんかこれが届いてて大阪から帰ったら、でこの目覚まし時計っていうかクレーンゲーム機で遊ぶにはここにねお金を入れなきゃいけないんですよ。でその時に財布を探してる時に発覚しました。まあ逆に言えばまずこいつ救世主本当に。だってこいつがいなかったら今の俺も多分気づいてなかったと思う、財布がないことに。本当に本当にありがとう。ということで皆さん、ワンプレイだけしてみたいと思います。この五円玉で、帰ってきた五円玉で、いきます。おいおい返して俺の五円玉。ええなくなったんだけど、ちょっと待って、なんで反応しないの。えあー来てた。そう、こうやってねクレーンゲームが楽しめるんですよ、自宅で。すごくない？一発撮ってるぞ。行くぞ行くぞ行くぞ。で、ダウン。来た！やった！撮った撮った撮った！一個撮ったぞ！みんな見て！おー、大丈夫か大丈夫か。どうした？震えてる震えてる。さ、出てくる出てくる。来い！おいでおいでおいで。おー、やったー！え？は？なんで撮れたのに失敗みたいな音楽なんだよ。っていうかですね、う祭り大阪来てくれた方、本当にありがとうございました。いや、すごい楽しかったです。浴衣を着たんですけど、なんかもうすごいまさに祭りみたいなイベントで、とっても楽しめました。大阪ではね、2回目のイベントだったんですけど、僕が出るのはね、2回目のイベントだったんですけど、もうすごい盛り上がって、また大阪に行きたいなって思いました。ということで、もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ、高評価ボタン押してってね。Twitter フォロー、Instagram フォロー、これやってみたかったので一度。ということで、ボッキーでした。じゃあ、バイバイ。